いわき県民リポーター、いわきのカール兄ちゃんです。今日は、兄ちゃんの母校、いわき総合高校に来ています。素敵な後輩たちを紹介します。今年の夏、コロナ禍で延期になったフラ甲子園が、日本、そしてハワイから22の学校が参加して、11月14日に、兄ちゃんも一緒に踊ってみます。先生からハウスカートを借りて、気分はいざフラガール、盆踊りではありません。ありがとうございます。ありがとうございます。コロナの影響でイベントとかもいろいろ中止になっちゃって、結構辛い思いが多かったんですけど、それでも後輩たちに支えてもらって、楽しいフラ人生というか、フラ部活を過ごすことができました。ありがとうございます。フラシティいわき、みんなでシェア！